めっちゃ綺麗。ホテルがめっちゃ綺麗ホテルめっちゃ綺麗じゃない。改めましてまさしです。こんばんは。僕ですね、昨日から、沖縄県の、沖縄市というですね、ところに仕事で静岡からはるばるやってきております。お疲れ様です。お疲れ様です。みそれアイサイということで、アイサイ、これからマサイさんは、4泊5日沖縄出張と、はい、いうところで、今空港について、那覇ですか。ここは今那覇ですね。今向かってるのはどこですか。茶炭と言われる地区を通って、茶炭、地元の沖縄市、はい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 、コザ、トシハルさんの地元の、沖縄市ですね、のコザ。コザ、じゃあコザといったら何。コザといったらエーサーです。ちょっと全然何言ってるか分かんないんだけどエーサーっていうのは内地で言うと、盆踊りだったり阿波踊りの、ね、内地って何。内地っていうのは沖縄以外の都道府県、都道府県って今47都道府県なんでしたっけ。はいはい、そうですよ。じゃあ1つ抜いたら46都道府県のことを、はい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 、内地って言います。あんまり言わないよね。へえー、そうなの。そうだよね、そうだよね。そう、足まぐりだからと。そう、でその阿波踊り、うん、内地でいうところの阿波踊りだったり盆踊りのことですね、はいはい。まあ、沖縄の祭りのエーサーという踊りがあります。さすがにそれは今日明日とかでは見られない。見られない。そうです。で、昨日から来ていて、昨日はね、今回この沖縄の旅を、アテンドしてくれている、トシハル君と、一緒に、このね、コザの街をね、夜ちょっとブラブラ散歩をして、スナップだったりとか、トシハル君のポートレートだったりとか、撮ってきました。めちゃくちゃ絵になるというかね、なんかそのいわゆる観光地とはまた違う、なんかすごくローカル感のある、街です。その、まあ、米軍の基地がすぐ近くにあるからっていうことが理由なのかわからないんですけど、その外国の方だったりとか、その外国の方向けのお店だったりとか、なんかね、こう街を歩いているだけで、なんかそのいろんな文化が混ざり合っていることがすごく受け入れられているような雰囲気をすごい肌で感じる、地域です。本当にね、なんか沖縄って本当何回かしか来たことないんですけど、そのいわゆる那覇とかその観光地のイメージとはまたね、全然一風違った、印象です。もう本当に僕ね、すごい気に入りました。ここの、ホテルですね、トリップショットホテルズコザっていう名前で合ってるのかな、っていうね、宿を、探して、予約して今日、昨日から、泊まっております。なんかそのバーとか、美容院とかなんかそういうのを、改装してホテルにしていて、各部屋違うコンセプトで、部屋が作られているっていうね、ちょっと一風変わってるんですけど、めちゃくちゃ、おしゃれな、宿を、取りました。明日は、仕事して、明後日ですね、1日だけオフがあるので、まあ、そこでまたちょっと天気がね怪しいんですけど、まあ、撮影をして、なんか綺麗な映像だったりとか、そういったものを、視聴者の皆様にお届けできればいいなと、思っておりますので、ぜひともチェックしてみてください。さつきさんです。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ステーキいただきます。介護保険のサービスのやっぱ立ち方、はい、で介護保険会の立ち位置、うん、でそれをいかに組み合わせてなんかバランスよくやるのが大事なんだな、うん、どっちか一つじゃないんだなっていうのをこの2年間ですごい感じて、はい、というわけで、
今日は一日朝から、お仕事で撮影をして今夕方の、18時過ぎでございます。ホテルの方に、今一旦戻ってきたので、これから、沖縄に、ね、住んでいる、友人のクリエイターと合流して、ちょっと海の綺麗なところ、まあ、夕方なんで、夕日とかをね、綺麗に撮れればいいなと、思っておりますので、早速行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。あのクリエイターの、こんちゃんです。お願いします。お願いします。そうで、僕今日さっきも言ったんですけど、仕事を一日していて撮影してたんですよ。で、あと手が空いたので、こんちゃんと合流して、ちょっとなんか良さげなサンセットを撮りたいなっていうのがちょっと目的なんですけど、はい、撮れるかな。撮れますか。いや、時間帯、うん、そうですね、撮れたらいいですね、うんうん、あのさ、コザ、コザめっちゃいいね。あー、いや、コザめっちゃいい。そう、だから、うん、夜でも撮れるなと思って、コザでは、うんうんうん、なんかそのなんか店構えとか、うん、人とかなんかその、いやマジでなんかいろんな文化が入り混じってるみたいな、うん、なんかいや多分そういう街なんでしょう。あの米軍の基地があって、ああ、うん、そう、うん、でなんかその感じとか雰囲気とかめちゃくちゃいいなと思って、はい、いやめっちゃいいっす、うん、どうしようかね。チャタンでいいか。チャタンの海、さっきさこんちゃんからさ、うん、あのチャタンって LINE でもらったでしょ。はい、で漢字で書くと、北の谷って書く。いやどこだろうと思って、あのお客さんに撮影時に、あの北谷って書いて何て読むんですか。はいはい、チャタンね。いやめちゃくちゃわかる、うん、いやチャタンってさみんな言うよね。なんかチャタン言うね。有名なの、有名なのっていうか、めちゃくちゃ有名なところだね、こっちでは。なるほどなるほど。チャタン知らなかったら、うん、100% 沖縄の知らないな。ああ、なるほどなるほど。ほう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 。じゃあ、チャタンの、チャタンで、有形を狙って、飯を食って帰るというプランでいかがでしょうか。はい。じゃあ、そんな感じで行ってみたいと思います。めっちゃ綺麗。今、チャタンのアラハビーチっていうところについて、ちょうどね、夕日が落ちるところなんですよ。いや、めちゃくちゃ綺麗。こっちでバスケやってたりとか、なんかその 木とかがないよね。静岡にある木と違うよね。ああそうだな。南国風というか、確かに木見るだけで、あ、沖縄なんだ。いやほんとそんな感じ。はい、というわけで、今ですね、沖縄に来て3日目なんですけれども、今日ね、仕事を1件、お昼から、夕方にかけて、終えて、今時間がですね18時38分ということで夕方です。一応僕の、沖縄での、お仕事、ミッションはこれで終わったので、今ですね、今回沖縄の旅をアテンドしてくれてる、としはるくんと一緒に、チャタンですね、また、来て、今日はちょっとゆっくり、このチャタンでね、夕飯食べて、なんとなくちょっと Vlog というか、綺麗な、チャタンのね、景色をお届けできればいいかなと、思っていますので、早速行ってみましょう。行ってみましょう。I can stand the fight. You're acting like a
今ちょっとブラブラして、チャタンで有名な何でしたっけ、バーガービアバーガー、バーガービアバーガーに、来ました。なんか外、なんかその外国のね方とかがいっぱい歩いてますね。やっぱでコロナの影響もあって、どう、もっと本当は人いっぱいいる。そう、普通は、金曜日と土曜日は肩がぶつかるぐらい歩けないぐらい人がいっぱいいる ね、 ですね。肩がぶつかるぐらい人がいるみたいなんだけど、まあけどまあまあ出てるよね週末ね。そう、外国の方とかいっぱいいて、なんかそういう文化なんだよね。だからちょっと雰囲気に負けて、なんかジャンクなものを食べたくて、ハンバーガー食べたくなっちゃう。そうそうそう、ハンバーグともコーラっていうね、行きたいと思います。暑いね。それにしても湿気がやばいね。湿気がやばい、本当に。なんか溺れそう、湿気で。初めて例えて言えた、湿気で溺れそう。そうそう、湿気で溺れそう、マジで。いや、マジで、本当そんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちっちゃい。全然違った。なんかね、大きいの一つかなと思って。あ、なるほどね。こういうことね。チキンうまい。めっちゃうまい。はい、ご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで僕の今回のね、4泊5日の沖縄出張の旅が終わりました。最後にね、1日オフがあったんですけれども、見事台風で、全然ね撮影とかできなかったんですけれども、とてもいい旅でした。本当にね、この、沖縄市コザという街がとても気に入ったので、もしこれからね沖縄に旅行とか、行かれるご予定がある方はぜひぜひ那覇ではなく、中部の方もねチェックしていただけると、とても嬉しいなと思います。はい、こんな感じで普段ね Vlog とか、働き方だったりとか、発信をしていますので、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。